t'es venu dans la rue.北の国からこんにちは、マキモでございます。まぶつし、ついに本日ホーム開幕戦の日、パチパチ。ついにね、待ってましたよ。ついにホーム開幕戦、なんとね、僕の怪我が治って、嬉しいニュースですね。僕の怪我が治って、まあまだはっきり言われてないんですけど、練習見た感じ多分今日スタメンで出れそうなんで、ホーム開幕戦、そしてプロキャリア初デビュー戦、そう、大事な一戦となりますんで、まあもちろん勝負にこだわって、そしてもう思う存分自分のプレー出して楽しんでいきたいと思いますんで。怪我の状況もすっげー良くて、もう一週間前から練習にも入れて多分出れそうっていうことで、焦らずコツコツやってきて良かったなと思います。本当に今シーズンね、10ゴール10アシストすること目標なんでね、やっぱこの開幕戦でね、得点アシスト欲しいところですね。今日のね、目標はね、とにかく楽しむことをね、目標に頑張りたいと思います。ってことで今は朝散歩に行っております。もうね、僕のね、復帰を祝うかのような晴天でございますね。雲一つありません。いただきます。僕の同級生もね、やった、今節初ゴール決めたということで、はい、僕も今日初ゴールを決めたいと思いますということで、昼飯作ります。よし、いただきます。シルバース、これで今日も天気見れるわ。このムーミンのマグカップ前買ったんですけど、可愛くないですか。可愛いですよね。じゃあ今日も高速機が行きます。今日のコーデは絶対に勝つぞ。髪をバチバチ決めていくね。どうすか。それでは行ってきたいと思います。Hello YouTube! Hello YouTube! Jig over here! Jig over, one and all again! Let's go.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna... ああ、ガチ疲れた。ああ、帰りました。マジ疲れた、やばい。はい、結果は、2対2で引き分けました。はい。そして、プロ初ゴール決めました。はい。83分くらいかな。1対2で負けてる状況で、残り10分くらいで同点ゴールを決めれて、まあ、ポジティブな面もあります。はい。まあ、僕たちのチーム比較的結構つなぐチームなんですけど、公式戦ってこともあって、結構蹴るサッカーになってしまったり、まあ、イージーミスが結構増えてたり、選手との距離感とかも悪くて、まだまだ改善すべきところがね、たくさんあると思うんで、しっかりビデオを見て見返したいと思います。ポジティブな面としては、とりあえず自分が得点を決めて結果を残せたこと、そして、怪我明けでしたけど、90分フル出場して、走り切れたことは、すごいポジティブだったと思います。まあ、チームとしても最後まで諦めずに、実は後半ロスタイムも最後のワンプレーで PK を獲得して、正直これ劇的勝利だと確信したんですけど、チームメイトはちょっと外してしまって、まあ同点で終わったんですけど、まあそこはしょうがない、しょうがないけどすごい悔しかった。僕らのチームは最後まで諦めないメンタリティがあるのが、まあ、うちのチームの強みでもあるんで、そこももうポジティブに捉えていきたいと思います。でもね、やっぱね、やっぱ純粋にサッカー楽しかった。1ヶ月ぶりぐらいに試合出て、公式戦としては初めての試合出場して、すごい興奮して、やっぱサッカー楽しいなって改めて思いましたね。ここから毎週リーグ戦が続きますんで、まだまだ僕のプレーは良くなっていくと思いますし、コンディションも上がってくると思うんで、次は2点、3点と、そしてアシストもどんどんして、次こそは勝ちたいと思います。で、今日ね、日本人の知り合いの方が、まあお友達というか知ってる人なんですけど、こちらいただきました。おむすび。もう4つあったんですけど、もう腹減ってもう3つ食べちゃったんですけど、これおむすびもらいました。ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。僕のゴールを見れたことがすごい嬉しかったって言ってもらえて、いや、なんかすごい嬉しかったですね。僕もこれが、注目選手ですね。俺じゃないんかい。俺やろ。俺がここにおるぞ。では、今回もご視聴いただきありがとうございます。来週も点取ります。アシストもします。